まず、青ちゃんに話をしたいんだけど、聞いてもらってもいい？うん。ユズとライムは、顧問の番人だった。顧問は、すべての人々の思いが集う場所。言い換えれば、全人類の名簿を見られる場所でもある。全人類の名簿？そう。顧問には、過去から今に至るまで、生きてきたすべての人間のフラグメントの情報がある。でもそこに、星崎青なんて人間はいなかった。いない？どういうこと？言葉通り、としか。星崎青という個体は、ライムたちが暮らした世界には存在しなかったんだよ。じゃあ、私は何者なの？わからない。でも、わからないことが重要なんだ。わからないことが重要？何それ？青ちゃん、そしてウタちゃん、あなたたち二人はライムたちにとって謎の存在なの。私もですか？謎。そういえば、私、あなたたちのお母さんが今どこにいるか知ってますよ。なんであなたがそんなことを。居場所を調べるなんて簡単です。私、神の力が使えますから。ウタさん、ひよりさんたちに神の力が使えるって話をしてたっけ？ウタちゃんが言っている神とライムたちが言っている神はちょっと違うんだ。ウタちゃんが言っている神は原種のこと。ひなちゃんがリフレクトしたものと同等の存在だね。もう一つの神、例えばキララちゃんが聞く神の声は世界システムからのもの。原種と世界システム、2種類の神がいるのか。正直、ユズたちから見たらどっちも人知を超えた存在だし、神みたいなものだよね。まあとにかく、そういう風にウタチンにも謎な部分が多いってこと。何せ敵だったからね。なるほど。悔しいけど、これまで調べてきた中にこの世界を救う決定的な解決法はなかった。だからユズとライムから見てもよくわからない二人。元の世界に存在しなかった星崎青、ずっと敵対していた駒川ウタ、残る可能性、いや希望は二人にしかないと思った。でもどちらにもものすごく大きなリスクがある。リスク？私の場合、クラックが起こる可能性があるということですよね。次にあの規模のクラックが起きれば、この世界が持つかどうか正直わからない。うん。じゃあ私は？アオチンはそもそも心トープが存在しない。正規の手段で入ってきたわけじゃないから。そっか。じゃあ、勇気は？勇吉は、正規の手段で入ってきたスパイみたいな感じかな。雫世界が生まれた時、
一緒にユウキちゃんの心トープもできた。でもアオチンは雫世界が生まれた後、途中で裏口から入ってきたみたいな感じだから。なるほど、後から入ってきたから私には心トープがない。だから心トープを作る必要があるんだけど、今から作るとなるとかなり危険な方法になる。危険な方法って？フラグメントを一時的に抜き出す。そうして無理やり雫世界とリンクさせて心トープを生み出す。ただし、フラグメントを抜き出せば心が失われる。え？それってつまり？当然死なせないように最善の努力をする。考えがあるの、ユズ、ライム、それにみんな、全員の思いの力をかき集める。そして一時的に抜け殻になったアオちゃんの体と抜き出したフラグメントをつなぎ止める。心と体をつなぐ糸が切れないようにみんなに全力で抑え込んでもらうの。そんなことできるんですか？わからない、ユズたちもこんなことやったことないから。どちらかの心トープに行く必要があると思う。もちろん何もわからなければ両方行くことになるけど、アオちゃんの存在がユウキちゃんと同じように世界システムによる罠の可能性は捨てきれない。同じようにウタチンの心トープに行ってユズたちが全滅する可能性もある。でももうこれしかない。罠であっても危険でも突っ込むしか道がない。どちらを先に試すかは重要だと思う。今話した通り、どっちにも大きなリスクがあるから。リスク？いや、ものすごく簡単な話じゃない？え？アオチ、どういうこと？ウタさんの方は全滅のリスク、私の方は私一人が死ぬかもってことでしょ？なら私じゃん。そんな簡単な話じゃない。アホちゃんが犠牲になるなんて。希望がある時点で私の心は決まってたよ。星崎さん、罠かもしれない。それでも私にかけてくれるんでしょ？なら私もユズとライムを信じる。ウタさんもそれでいいかな？はい。でも星崎さん、本当にいいんですか？うん、私は希望があるなら信じたい。やってみようよ。わかった。じゃあアオちゃんの心トープを開こう。絶対に成功させるから。うん。本気？星崎さん、それをOKしたの？相談したら反対されると思って。勝手に話を進めてごめん。ユズさん、大丈夫なんだよね？信じてもらうしかないね。
ちゃん。私、リフレクターとしてちゃんと言っておかないといけないと思う。私は思いを抜かれた人をたくさん見てきた。それの結果どうなってしまうのかもよく知ってる。本当に危ないことをしようとしてる。それでもやるんだね。うん。わかった。青ちゃんがそう言うなら。ユズ、ライム、やるからには勝算があるのよね。ある。でもそれはみんなにかかってる。私たち、みんなの青ちゃんへの思いの大きさ、青ちゃんの心からフラグメントが抜けている間、心をつなぎ止めるのはみんなの思い。もしこれが足りなければ、心の糸が切れて、青ちゃんは二度と目を覚まさない。ああ、怖いな。みんなが私のこと信じてくれなかったら死んじゃうかもな。青ちゃん、心外だよ。青ちゃんへの思いがその程度だと思われてるなんて。よく言ったココロ。そうだぞ、あんまり私たちを舐めるな。わかってる、そう言ってくれると思ってた。うん。ユズ、ライム、私たちは思いを託すことしかできない。だから頼んだよ、青のこと。任せて、ひなちゃん。正直言えば怖いです。でももっと怖いのは星崎さんのはず。私は私にやれる限りのことをします。星崎さんの決意を無駄にしたくない。私にも何かできるでしょうか。できる。人を信じる心に規制はない。はい、ありがとうございます。クナさん、ユズたちも覚悟を決めよう。移動しよう、ユズとライムの心トープに。よろしくね。うん、それじゃあ始めるよ。青ちん、ゆっくり目を閉じて。何？みんな動揺しないで。何でもいい、青ちんとの思い出を、楽しかったことを思い浮かべて。楽しかったこと。みんなの思いが私をつないでくれている。
青ちゃん！おはよう。もう何がおはようよ、心配したんだから。ごめん。でもみんなのおかげでうまくいったんだよね。うん、なんとかなった。なんとかつなぎ止めたよ、アオチンの心。体張った甲斐があったね。体調とか大丈夫なの？あ、うん。てか前より元気なくらいだ。そうなんだ。眠っている間、なんだかすごく幸せな気持ちだったんだ。みんなの思いが私の心にも流れ込んできた。それがすごくすごく暖かくて。たくさん寝た。みんなに元気ももらった。ねえ、早速行かない？私の心トープ。もう行くの？うん、私自身も気になってるんだ。私が一体どこから来たのか、そして私が何者なのか。青がそう言うなら。よっしゃ、じゃあ早速準備しよう。私の心トープ、何が待ってるんだろう。星崎さん、今大丈夫ですか？実は試してみたいことがあって。うん、もちろん。ありがとうございます。では少し付き合っていただけますか？ウタさん、試したいことって？しまったようですね。うん、
いきなりだったからちょっと。もしかして試したいことってこれ？はい、実は先日読んだ本にこうしたシーンが出てきたんです。それってこの前図書室で見てたやつかな。それで同じように試してみたら感情に何か変化があるかもしれないと思いまして。そっか。でどんな感じ？恋愛もののシチュエーションを試すのはなんだかドキドキするけど、歌さんがこんな風にいろいろ試してみるのってすごくいいと思うからいいか。そうですね、読んだ本に書かれていた感情とは違うと思いますが、手をこうしてつなぐというのは想像したよりずっと心地よいものなんですね。心地よい？はい、星崎さんの体温と感触が伝わってきて。そんな風に言われるとこっちまで意識しちゃうんだけど、ふたさんの手ってすべすべしてて柔らかくて、あれ？なんか照れくさいような嬉しいような、なんかドキドキしてるんですけど、こんなのふたさんにバレたら困る。こうしているとなんだか穏やかな気持ちになります。そっか、バレてなかった、よかった。あ、でも実は私恋ってしたことないからさ、私も恋って感情よくわからないんだよね。お話の中にはよく出てくるけど、そうなんだって感じ。私もそうだから、物語をうまく楽しめないんです。あ、私もキャラの気持ちが全然わからないと、もうわけわかんなくて読めない。星崎さんもそうなんですか。あの時の歌さんは、私も歌さんと同じように感じるんだって嬉しそうにしてくれてた。私の感じてることが歌さんに伝わったら、あの時みたいに喜んでくれるかも。あ、いやでも一緒にドキドキしたらやっぱまずいよね。歌さん、何かわかった？そうですね、やっぱりよくわかりません。ただ手を重ねた時の星崎さんの様子がなんだかとても楽しかったです。よかったらまた手をつないでくださいね。では。はあ、とりあえずほっとした。でも歌さん、あんな笑顔を見せてくれるようになったんだな。
いつもありがとう。ねえねえ、そろそろ決めない？何を？次のいたずら。いいね。うむ、そろそろしほたちも忘れた頃だろう。あたしあれいいと思うんだよね。寝てる間にベッド動かすやつ。びっくりするだろうな、起きた時自分が中庭にいたら。運べるのか？4人いればいけるっしょ。他なんかいい案ある？日和。何にもない日なのに盛大に祝うとか？ケーキとかクラッカーとか準備して。え、何の日？ってなったとこでネタバラシ。何もなくても嫌な気分にはならないと思うな。日和は本当にいい人だね。キララは何かいいのある？リアル金縛りチャレンジ。何それ？寝ている人の上に乗って何分で起きるか競う。払い落とされても耐えた人の勝ち。それってドッキリとは微妙に違くない？いいよ、乗っている人のなりきり度が大事。中途半端は金縛りに失礼。確かに本気でやったら脅かせそうだな。心は？心ってあんまりいたずらのイメージないよな。前回は遠征行ってたから参加してなかったし。私は入れ替わりドッキリとか面白いと思うな。例えば私が青ちゃんと入れ替わったってことにして、それぞれがお互いを演じるの。みんなには隠してる感じにして、ゆうきちゃんたちには気づかないふりしてもらう。もしかして入れ替わってる？って聞かれたらドッキリ大成功。結構しっかり考えてるじゃん。青はどう？誰のがいいとかあった？日和さんのいいと思う。ネタバラシしても怒られなさそうだし。いたずらっていろいろあると思うけど、たまにはこういうのもありかなって。まあ何もなくてもお姉ちゃんとかみんなにありがとうって言いたかっただけだけどね。普段いっぱいいろんなことしてもらってるから。日和さんは本当にいい人だね。ゆうきちゃんと同じ反応してる。
それは…うんうん、ありがとう。そうだな、そうだ。また誘ってね。お願いね、アオ。ミオさん。いいえ。いや。それは。よし、ありがとう。ミオさん、そうね、また誘ってちょうだいね。作ろう。今日はこれの気分。任されました。任せといて。任しとき。頑張るよ。任せておいて。わかった。どの材料、これをどれにしよう、これをどの材料がいい。始めます。完成ですか。
すごっ。うんうん、やる。嬉しいです。何を作ろう。これ作ろう。はよー。頑張るね。頑張りますね。頑張るよ。どの材金、どの材金、これどれにしましょう。一丁やりますか。うん、上出来。ありがとう。レナさん？いや、わかった。でも、いつも心配かけてごめんね。私の知らない私。よし。どうでしょうか。どうでしょうか。いい感じね。よし。やった。目的地はあった。出発なのです。そうだね。よし。
っておこう。何かに使えそう。行こうかな。さあ行こう。何これ。Thank you.
は。何かに使えそう。よし。うん。ありがとう。ありがとう。どこに行こうかな。出発ですね。ぎ、何これ。取っておこう。行こう。よいしょっと。ふう。何かに使えそう。詰まった。さあ、閉まっていこう。でも行ける。せい。した。ほっ。特別はここに。と、や。えい。イエーイ。まだ動き足りないな。そうだけど、みんなとならここ。はっ。よし、私の番。私に飛ぶ力を。思いの力、見せてあげる。やっ。
行くよ。サポートします。よし、私の番。くらえ。
そうだな。あ、うんうん。そ、うん。ありがとう。それは…そうね。レナさん…でも…よろしくね。うん。あなたのこと、もっと知りたい。先はどうしよう。よし、決めた。取っておこう。閉まっていこう。いつでも。よいしょ。イエーイ。まだ動き足りないな。と。ほっ。ほっ。倒しちゃおう。やっ、えい！私に飛ぶ力を。た、思いの力見せてあげる。うん、次もこの調子でね。星崎さん、よかったら一緒に散歩しない？オッケー、行こっか。本当に散歩だった。散歩だって言ったじゃない。だって今までの流れだったらなんやかんやで勉強に持ち込まれるかと。お望みならそうするけど。結構です。でもただ散歩したかったわけじゃないでしょ。お見通しか。この世界の謎を解いて勇気を直す、それだけを目標に今までやってきたけど、
謎が明らかになるたび、もう私の手には負えないんじゃないかって思えてきて、私に何ができるんだろう、そんなことばかり考えてる。それって何ができるかって焦ってた時の私と同じだ。それで私に相談してくれたんだ。まあそういうこと。頼ってくれてありがとう。一緒に考えよう。協力ってそういうことでしょ。あの時はみんなが私を支えてくれた。だから今度は私が力になりたい。上出来ね。どう？うん。ね。よし。もう。いや、まあ、
私も。今日はどこに行く？適当にブラブラする。オッケー、じゃあどうぞ。あ、これでキララが転んでも大丈夫だね。うむ、転ぶときは青も道連れだけどな。この前さ、キララのままこの世界に立っていたいって言ってたけど、あれからどう？今まで声のおかげでできていたみんなのフォローができない。キララはみんなと何を話せばいいのかわからない。普通に話せばいいと思うけど、キララはそれが普通じゃなかったってことか。そう、今までは声が全て教えてくれた。キララの質問に声が答えてくれていたから、今はわからないことばかりなのだ。みんなとも話してみたりしたの？した。でもうまくいかなかった。みんなちゃんと答えてくれるけど、あまり会話が噛み合ってない気がするのだ。あれはきっとキララに話を合わせてくれているんだと思う。ああ、なんとなく想像できるな。青はすごい。え？何が？ずっとみんなの中心にいる。みんなが青のところに集まってくる。いやいや、私は普通だよ。てか、すごいのはみんなの方だし。てかさ、私だってキララが羨ましいよ。え？キララと話してるとめちゃくちゃ知識豊富だなと思って。それってさ、他の誰とでも共通の話題があるってことじゃないの？その知識は神様のものじゃなくてキララのものでしょ？キララの力。そう、だからそんなに気にしなくていいんじゃない？わかった、またみんなと話してみる。うん、キララならきっとできるよ。話さないでよね。
そうだな。え？いや。ありがとう。そうだ。それは、どう？そうね。もう。そうね。いや。どう？でも。よし。ありがとう。次はいつ行く？それは、いや、どう？これだ。え？そうだな。よし。ああ。
キララ？星崎さん、今ちょっといい？少し相談があるんだけど。え？レナさんが私に相談って珍しいね。どうしたの？最近怖いなって思うことがあって、その思ったことを素直に伝えると相手も自分も傷ついちゃう時ってあるでしょ。特に私はそれで一度失敗してて、そのせいか勇気にどれくらい踏み込んでいいのかわからないの。勇気とは気持ちが通じ合ったと思ってる。それでも思いをそのまま伝えたら嫌がられるかもって。何よりこういう風に怖がって足踏みする私の勇気のなさが情けなくて辛い。暇？ちょっと相談に乗ってほしいんだけど。あれ、こっちもか。え、何のこと？ああ、いやいや、何でもないから。それより相談って？なんかあった？私、自分でもどうかと思ってる癖があってさ、恥ずかしかったり気まずかったりするとき、ついごまかしたり嘘をついたりしちゃうんだ。私のことを信じて大事にしてくれてる人に、レナにどうしても素直になれなくて、本音が言えなくてごめんって思うの。でもねえ青、どうすればレナに思いを伝えられるかな。人同士ってだんだん似てくるのかな。二人とも同じように悩んで同じように思い合ってる。私としては微笑ましいだけなんだけど、二人は真剣なんだし、うまくいくよう協力しないと。ちょっと時間もらっちゃって。それだけ真剣に考えてくれたってことでしょ。ありがとう星崎さん。それでね、私なりにいろいろ考えたんだけど、レナさんはレナさんらしく突撃したらどうかなって。突撃？確かに勇気は本心を明かさないところがあるから不安になるのはわかるんだけど、それでレナさんまで遠慮しちゃってたらいつまでも本音を引き出せないと思う。だってあの勇気だよ。
恋人になるまでだって紆余曲折の末の突撃だったし、勇気の心に触れるならレナさんから攻めるしかない。突撃とか攻めるとか恋愛相談の答えとは思えない単語ばっかだけど、でも星崎さんの言う通りかも。怖いって言ってる時間すら私には惜しいはずだしね。大丈夫、絶対うまくいくよ。だからあとはお若い2人でごゆっくりって、星崎さん何者なの？でもさ、私たちのことすごーく心配してくれてるよね。ほんといいやつ。勇気も星崎さんにいろいろ相談してたんだね。うん、私どうしても本音を隠しちゃう癖があるから。私も本音を勇気に伝えるのが怖かった。勇気の心に踏み込んで嫌がられたらって。私たち似たようなことで悩んでたんだね。嬉しいよ、レナとこういう風に思い合えて。うん、私も嬉しい。勇気のこと好きになってよかった。今度二人で星崎さんにお礼言わなくちゃね。恥ずかしいね。よし、
オッケー。絶対また誘ってね。何を作ろう。今日はこれの気分。頑張るね。どのぞ、これどれにしましょう。よし、自信作です。どれにしようかな。場所にパワーを感じる。おお、どう？なるほど。どこに行こうかな。出発なのです。ここが青ちゃんの心トープ。っていうか、拍子抜けするくらい平和だね。私の心トープ、何の特徴もない。これは私が過ごした街の景色だ。普通でどこにでもあるただの街並み。うわ、びっくりした。が鳴ってる。なんだろう、このタイミングで鳴るなんて。え？青、なんて書いてあった？それが何も書いてなくて。通知だけ鳴ったってことですか。ってことは何かの間違いだったのかな。え、今度は何？何これ、眩しい。一体何が。あれ、何も起きてない。いや、あれを見て。なんか出てきた。何あの歯車の塊みたいなやつ。さっきまであんなのなかったよね。え、突然出てきたってこと。青、これはどういう。わかんないよ、あんなの私も知らない。本人が見たことない物体がなんで心トープに。これってどういうことですか。あれ、あ、歩き回れば何かわかるんじゃないかな。そうだよね。どうなってるんだろう、私の心の中。
って私たちだよね。そうみたい。雫世界での思い出だよね。これも当然星崎さんの記憶といえば記憶だけど、随分と新しい思い出だね。なんだ、てっきりあのでかいのの記憶が蘇ってくるのかと思って構えてたのに。ちょっと拍子抜け。でも心トープって大切な思い出で作られるんでしょ。ならそれ私たちのこと大切に思ってるって。ちょ、何？恥ずいんだけど。あーちゃん、心トープを歩くっていうのはそういうことなんだよ。そうなんか。そのいいね。よし。私もこのいたずらをした人が私をこの世界に連れてきた犯人だと思ってたけど、誰かが青を雫世界に招いた。あの時のスマホも空に浮かぶあいつと関係あるのかな。ちょっと青。
っかくの休みなんだからたまにはどこか遊びに行ったら。まったくゴロゴロしてばっかりだと太るわよ。ふむふむ。あ、それって、はあ、よし、なんだか見たことあるような、いつかこんな感じで話をしていたことがあったような。かつての会話の思い出ということでしょうか。思い出すと楽しかったな。いろいろ大変なこともあったし、今もそうだが。あの構造物とは全く関係ないみたいだけど、でも少し温かい気持ちになったわ。なんでこんな思い出が。顔熱、先行こう先。テレビでニュースをやっている。私と同じくらいの高校生がなんとかって世界大会で優勝したとか、そんな話。いいな。ふとそんな言葉が口をついて出て、自分でもなんでそんなこと言ったのかわからなくて。言うつもりはない。ああいう人たちはたくさん努力してるけど、私は何もしてない。羨む資格はない。でももし私に何か誇れるものが一つあれば、それさえあれば私だってなんて。結局ただのわがままでしかないのかもしれない。過ごした世界じゃなくてこの世界の記憶だね。ライムもいるんだ。ってことは本当に最近のやつだよ。うん、
こんな風に話したことがあった気がする。どうしたのライム。いやね、思い出って基本的に過去のものなんだよ。どうでもいい思い出は忘れるでしょ。その中でも忘れないもの、それが一番大切な思い出なの。何が言いたいの。新しい記憶なのに、こうして心トープにあるってことはだよ、あんな何気ない瞬間でも実は青ちゃんはものすごく大切に思っていて。そんな細かく説明しなくていいから。勇気の時も似たようなことがあったな。そうですね。いやうん。ちょっと。ここまでいろいろな思い出を見た気がしますけど、結局あの構造物については謎のままか。待ってください。私あれを知っている気がします。え？どういうこと。いや、ごめんなさい、確かなことは何一つ言えないのですが、あの存在を見た瞬間から何か胸に引っかかるような感触があるんです。ウタチンはまだ記憶を取り戻していない。ウタが記憶を取り戻せばあれについて何かわかるかもしれない。でも待ってよ、駒川さんの心トープに行ったら。そうだね、またクラックが発生する可能性がある。どうする。今のウタちゃんなら大丈夫。私はそう信じたいよ。過去と向き合う、そのために私たちもウタに話をしてきたから。私たちはずっと悩んでたウタちゃんを見てきた。悩むってことはそれだけ真剣に考えてるってことだと思うんだ。私はあの時、星崎さんの心トープに行こうという話になって少し安心してしまったんです。よかった、私じゃなかった。これで皆さんの迷惑にならなくて済むって。でもそれじゃダメなんです。やっぱり私も行かなくちゃいけない。ウタさん、もう一度行かせてくれませんか。私は私の過去と向き合いたい。私からもお願い。あの時とは違う。私たちもウタさんも、私たちが先に進むには全員が全員を信じないといけないと思う。それはきっとウタさんも例外じゃない。駒川さんとは何度も戦いました。今でも受け入れられないことがたくさんあります。駒川さんは間違いなく私たちの敵だった。それをなかったことにはできない。でも同じようにこの世界で過ごした日々もなくならない。そうですね、私はこの世界で共に過ごした駒川ウタを信じます。全員
力が必要か。わかった。ライムも歌ちゃんを信じるよ。リベンジしよう、歌ちゃんの心トープ。私の方こそよろしくお願いします。私の心の中にあるあの構造物、それを知っているかもしれないウタさん。まさか私の心トープでこんなことになるなんて思わなかった。うん、ユズもびっくり。結局両方の心トープに行くことになったね。希望を見出すには全員の力が必要。もしかしたらそういうことなのかもしれないね。うん、感覚だけど私もそうなんじゃないかって思う。よし、よし。ダメ。え？そっか。そうかな。そうだ。そうだな。よし。誘ってね。
よし。行き先はどうしよう。出発なのです。みんな注意して。そうみたいだね。ココロトープの様子落ち着いてるね。ウタさん、どうかな？また調子が悪くなったりしてない？はい、今のところは大丈夫です。私も、私を受け入れる準備ができたんだと思います。日和さんとミオさんに、かつての私のことをいろいろと聞きました。私が今まで何をしてきたのか、どういう人物だったのか、それにあの構造物を見た時の胸のざわつき、私もその正体を知りたい。記憶を取り戻したその時、私がどうなってしまうかは分かりませんが。大丈夫。少なくとも今のウタちゃんは悪い人じゃない。もし記憶を取り戻してウタちゃんが昔のようになったとしても、私が止める。だからあんまり気を張りすぎないで行こうよ。リラックスしていた方がこの世界も安定するかもしれないですしね。皆さん、ウタさんの記憶を取り戻すことがあの構造物の謎を解明する道にもなる。見に行こう、ウタさんの記憶。閉まっていこう。いつでも行ける。特別はここに。思いの力見せてあげる。飛ぶ力も。いつでもいける。せい。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。まだまだ高みを目指そう。何かに使えそう。気合よし、元気よし、勝てる。さあ、どうぞ。はっ、えい、さあ、どうぞ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。
歌はどうだ？おばあちゃんと会ってどう思った？どう思った？何も思わない。あら歌は不思議な子だね。何かに使えそう。目的地はここにしよう。ねえおばあちゃん。ん？どうしたんだい？おばあちゃんは私がここに来ると嬉しいの？そりゃもちろん。歌とはなかなか会えないからね。なかなか会えないと会えたとき嬉しいの？そうだよ。おばあちゃんはいつでも歌のことを思ってるからね。気合いよし、元気よし、勝てる。よし、私の待つ手、えい！おばあちゃんのこと嫌い？ううん、嫌いじゃないよ。でも、好きでもない。そうかい、そうかい。じゃあ、歌に好かれるようにおばあちゃん、頑張らないとね。が好きなのかい？別に、ただ気になっただけ。あら珍しいね、歌が何かに興味を示すなんて。でもよかった、ちゃんと歌にも興味を持てるものがあって。なんでおばあちゃんが喜ぶの？おばあちゃんっていうのはそういうもんなんだよ。
せっかく歌が好きだって言ってくれたんだ。このひまわり大切に育てなきゃいけないね。好きって言ってない。ねえ、ウタ、今年はおばあちゃんの家行かないの？行かないけど。どうして？あんなに毎年遊びに行ってたのに。別に私が行きたくて行ってたわけじゃない。お母さんが勝手に連れてったんでしょ。またそんなこと言って、おばあちゃん悲しむわよ。知らない、私には関係ないことだから。よいしょっと。強そうだけど、みんなとなら。よし、私の番。はっ、せい。よし、やるよ。はっ。よし、いつでも行ける。えい。大勝利。やったね。よいしょっと。ウタ、おばあちゃんから手紙届いてるわよ。一度でいいから久しぶりに顔を見せに来てくれないかって。何
んで私が行かなきゃいけないの。そんなこと言わないの。ちょっとはおばあちゃんの気持ちも考えなさい。そんなの分からないって言ってんのよ。何？何でもない。確か前回はこの辺りで駒川さんの精神が不安定になって脱出したんだよね。今回は何も起きなさそうだね。この先に私の記憶フラグメントがあるのでしょうか。うん、多分ね。まだ一度も行ってない場所だから何が起きるかわからない。気をつけて進もう。鳥になったみたい。うわ、おっきい。周りにしては大きくない？それだけ大切な思い出ってことなのかな。ひまわり、祖母がひまわりを育てていました。これはきっとそのひまわり畑なんです。おばあちゃんも。この世界はうたさんとおばあさんの思い出でできてるんだね。この先に進めば何があったのか分かるはずだよ。詰まった。邪魔するなら容赦しないよ。さあ、どう動こう。よし、私の番。せい、ここ大勝利。やったね。駒川、お前勉強は普通にできるのになんで国語だけはダメなんだ。わかりません。そんなに読解問題が苦手なのか。漢字の書き取りとかはいつも高得点じゃないか。そうだ、日常的に小説を読むといいぞ。その時も常に登場人物の気持ちを。この登場人物の気持ちを答えなさい。その問題に私が答えられたことは一度もない。みんなが当たり前のようにしている人の気持ちを考えること、あの時の祖母は何を思っていたのか、その答えは未だに見つからない。
よいしょっと。よいしょっと。えい！邪魔するなら容赦しないよ。さあ、どう動こう。せい！はっ！いつでも行ける。はっ！趣味とか何かあるの？特にないけど。そうなんだ。好きなこととか最近ハマってることとかは？別に。そっか。まあそういうこともあるよね。私って変かな？ん？よく言われるの。駒川さんは変だねって。変っていうか、よくわからない人って感じなのかな。何考えてるのかも、私たちのことをどう見てるのかもわからないから。そう。取っておこう。何これ。さっさと倒しちゃおう。よし、私の番。はっ、やっ、どう、はっ、はっ、行くよ。サポートします。さあ、どう動こう。スーパーアタック！
よいしょっと。ふう、邪魔するなら容赦しないよ。よし、私の番。やっ、ここよし、私の番。やっ、準備よっとします。亡霊の声が聞こえる。亡くなった祖母の亡霊の声。この黄色が視界に入るといつもそう。黄色が心の中を埋め尽くして何を考えているかわからなくなる。くそ、自分の心がわからないというのは気持ち悪い。そんなものはこの世にあるべきじゃない。消えてしまう。うんた、ひまわりが好きなのかい？大っ嫌い。消えてしまえ。げ、何これ。よいしょっと。よいしょっと。ふう、
締まっていこう。やっ、いつでもいける。よいしょ。いつでもいける。行くよ。ほっ、やっ、サポートします。私の出番だね。えい、次はどうしよう。決める。大勝利。やったね。よいしょっと。ふう、大切なものだね。ふう、私は祖母と会うのを嫌がっていました。ウタさん、人の感情が分からなくて、祖母が私と会いたがっていることも分からなかった。だから祖母が死んでも当時は何の感情も湧かなかった。ひまわりが好きなのかい？じゃあ、歌に好かれるようにおばあちゃん頑張らないとね。せっかく歌が好きだって言ってくれたんだ。このひまわり大切に育てなきゃいけないね。祖母が亡くなった時、母に言われました。もう一度祖母の家に行ってくれないかって。最後に訪れてから5年近く経っていました。私が再度祖母の住んでいた家を訪れると、そこは一面のひまわり畑になっていました。まさにこんな風に、なぜそんなにもひまわりを育てていたのか当時の私には分かりませんでした。でも今はそのことを考えると心がざわつくんです。これは何ですか？誰か教えてください。私の胸に渦巻くこのモヤモヤの正体を。
いつでもいける。チャンス、一気に畳みかけるよ。サポートします。いつでもいける。攻め時だね。よっ、ここ、サポートします。私の番。思いの力、今ここに突破だ。チャンス、一気に畳みかけるよ。いつでもいける。よっ、どう動こう。思いの力、サポートします。ここに解き放て。よっしゃ、やるよ。いくよ、私の出番だね。次もこの調子でね。まだまだ中身を目指そう。うたちゃん。はい、うたちゃんの心のモヤモヤ、それはきっと大切な思いのはずだよ。うたちゃんはずっと人の心が分からなくて悩んできた。自分は壊れてるってそう思って生きてきた。今は違う。みんなと交流して、一緒にこの世界で過ごして、時間はかかったけど少しずつ分かってきたんだよ。おばあちゃんはうたちゃんのことをずっと思ってた。今のうたちゃんならきっと分かるはずだよ。私違うでしょ。私は祖母のことなんて何とも思っていない。思い出しなさい、あの時の痛みを。痛みだけが私を生かしてくれる。感情なんてものは私には必要ない。私は寂しかったんですね。そしてあなたもそう。何をバカなことを言ってるの。誰にも理解されない、誰にも受け入れられない、それが寂しかったんです。ふざけないで。これが人の感情なんでしょうか。違う、やめろ。私を理解するな。無駄ですよ。私はあなただし、あなたは私なんですから。うたちゃん、僕が行かない。あなたにも自分自身にも。私は許しを超える立場じゃない。それなのにあなたは。どうしてそんなひどいことばかりするの。そんなの楽しいからに決まってるじゃないですか。少女たちのフラグメントを集める私たち、それを阻もうとするあなたたち、私たちは敵対していた。そうだね、
思いなんて全てまやかしでしかない。私が信じていたのは痛みだけ。そんな綺麗事とまやかしに満ちた世界は私にとって苦痛でしかなかった。だから全て壊そうとした。思いなんていらない。フラグメントさえ奪えば私の考える理想の世界に近づく。私はそう考えていた。根本的に私たちは相入れない。あなたたちだってそうやって私を憎んでいたはず。違う？その顔をやめて！思い出せば思い出すほど理解できなくなる。あなたが私に優しくする理由なんてない。なのに、なんで？そんなの決まってるよ。うたちゃんとおばあちゃんの思い出を見て分かった。うたちゃんも苦しんでたんだって。やめて！同情だって！私は、私、大嫌いだったはずなのに。日和さん、大丈夫。帰ろう、歌ちゃん。お姉ちゃんも待ってるよ。おかしいわ。記憶を取り戻して分かった。私とあなたたちは慣れ合うような関係じゃない。そうでしょ？ええ、そうだったかもしれないわね。私はあなたたちに許されていいような存在じゃない。私が背負っているのはそんなチンケの十字架じゃなかったはず。でもあなたは変わりたいって思ってる。それに大きなクラックも起きなかった。約束を守った証拠はこの世界が証明している。そんな簡単な理由で許されていいわけが。ああもうごちゃごちゃめんどくさいな。じゃあもう一生許さない。だから一生かけて償って、みんなのために、私たちと一緒に。まったく、あなたたちは結局どこまで行っても私に人の感情なんてわからないのね。私は今までの私を簡単に捨てることなんてできない。え？だから今も心の中にはあの頃の私が変わらずに存在する。全てを壊せ、そうすれば気持ちよくなれる。そうやって私が私に囁きかけてくる。でも今はやめておく。そんなことをしている場合じゃないのは分かってる。私だってこのまま死にたいわけじゃない。だからもしこれが償いになるのなら、かつての私が持っていた神とのつながり、そこで見た景色を皆さんにお話しします。うた？あ、いや違う、今のは勝手に、私じゃない。くそ、
邪魔するな。あ、もう分かった分かったから、頭の中でわめくな。うたちゃん大丈夫？あなたどっち？どっちだと思いますか？いえ、ごめんなさい、もう自分でもわからないんです。ただ私はこの世界であったことを忘れていない。そして元の世界の自分も胸の中にいる。それでいいんじゃないかな。ん？だって今まで経験したこと全部合わせてウタちゃんでしょ。どっちかじゃない、どっちも本物のウタちゃんだよ。日和さん、またあなたたちを傷つけるかもしれませんよ。その時は全力で止めるね。だから心配しないで。いや、そんな急に仲良くなんて無理です。気持ち悪い。あー、口悪いよ、ウタちゃん。気持ち悪くない、同じ仲間じゃん。近いです、来ないでください。ちょ、なんで？待ってよ。これでよかったのかもしれないわね。そうですね、駒川さんの隣に日和さんがいてよかった。これでようやくみんなで同じ方向を向けた気がするね。うん、じゃあ宇多さんの話は。楽しそうですね。うん、いいことじゃない。する。あ、それはね、ウタちゃんが。いえ、私より日和さんとミオさんが手伝ってくださったからで。つまり？最初はね、ウタちゃんが花壇のお世話を一人で一生懸命やってたんだ。でね、お姉ちゃんと一緒にお手伝いしようってなって。そしたらすっごく楽しくて、もっと賑やかにしようって話になって、新しく花を植えたいねってなったんだ。へー、なんか素敵だね、ウタさん。でもどうして一人で花壇の世話してたの？罪滅ぼしでしょうか。過去の私が犯したこと、皆さんとの交流がうまくできず迷惑をかけてばかりのこと。ウタさん、そんなの一人で抱えないで。それだけではありません。もう一人の私、過去の私が現れてこの生活を壊し始めるのではないか。今でもそれが心配で、その気持ちを落ち着けるためにやっている面もあります。そっか、ウタさん頑張ってるんだね。私のそんな身勝手な行為に日和さんたちは付き合ってくれたんです。だから身勝手なんかじゃないって。
ウタちゃんがしてることはいいことだよ。ええ、あのウタが選べなかったこと、自罰的になる必要はないわ。ウタさん、私もそう思うな。ウタさんはすごく強い人だと思うよ。それが本当だとしたら、私を受け入れてくれた皆さんがいるからだと思います。さて、今は花壇にどんな色の花を植えるか話し合っていたところなんです。日和さんは桃色の花、ミオさんは青い花、そして私は紫色がいいかなと。星崎さん、新しい花はどんな色の花がいいと思いますか？じゃあ、ミオさん一押しの青い花。青い花なら花壇の雰囲気をキリッと引き締めてくれそう。ええ、他のみんなの目も楽しませてくれると思うわ。みんなが花壇の花を楽しんでくれたら嬉しいよね、ウタさん。はい、ミオさんと日和さんに手伝ってもらってここまで育った花壇ですから。それに青い花ってミオさんにぴったりだしね。え、私？凛としてて落ち着いてて強い自己主張はしないのに存在感がある感じでさ。あ、確かにお姉ちゃんみたいだね。私そんなにかっこよくないけれど。新しい花楽しみだな。私も手伝っていい？もちろんだよ、青ちゃん。どの色の花を植えてもきっと素敵な花壇になる、それは確かだと思うわ。それじゃ、植える花の色を考えながら、まずはここの花たちに水やりをしましょうか。そうですね。楽しみだね。なんだかいいよね、こういうの。私たちここに来なかったらさ、こんな風に一緒に花壇の水やりなんてできなかったもんね。はい、今の私は満たされていると思います。平凡な日常なんて退屈だと思ってた。でもこんな些細なことができる日々はすごくかけがえのないものなんだ。何を作ろう。